今から準々決勝入ります。対戦相手は、この前バボラーオープンで負けた、熊本のライバルです。なんとか1ゲームの多く取れるように頑張ります。よろしくお願いします。
よし、ライバルに1-4ダウンから4-4に追いついたんですけど、まあ、彼の素晴らしいプレーに押されて、またやれしました。ちょっと次回また頑張れるように、練習していますということで、次は6月の18日、久留米のハードコートで試合があるので、それに向けてまた練習していきます。また次の動画でお会いしましょう。参考になったという方はいいねと、コメントとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためにはどうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい、もう自分はこれ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。